からね。ポチよし、ポチ雨綿棒だってじゃこれね、ポチっとな。まあどれもね、全部美味しそうですね。はい、というわけでですね、昆虫食3つ追加です。そしてですね、タガメサイダーも美味しいっていうことなので、一応予備でもう1本買っときましたね。宴で飲んじゃったらなくなっちゃいますからね。飲んだらなくなります、食べたらなくなります。そんな寂しいことありませんね。やっぱりね、この辺はもう一歩ぐらいあっていいと思います。じゃあ早速ですね、買ってきたもの見ましょうか。これですね、まず、ピンクの綺麗ですね、このねパッケージもね、女性受けしますな。これオケラですね、オケラですね、オケラですよ。昆虫食かっこオケラ、原材料オケラ塩ってね書いてあります。まああれですよ、オケラね、オケラだってアメンボだって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだですよ。みんな知ってるオケラですね。今の子ね、あんまオケラ知らないらしいんですよね。あのモグラみたいなね昆虫ですよ、モグラコオロギみたいなね、すごくね可愛いやつですよ、あいつはね。イートミーね、お前食べてあげますから今回ね。そしてですね、これですな。もうちょっと夏もね全然遠いんですけど、春も来てませんし、ただねカブトムシって書いてあったんで、でも絵はクワガタなんですけどね、カブトムシって書いてあるんですよ。ちょっとね夏をね、もう春飛び越えて先にね撮ってみたらね、楽しんでみたらどうかというところでしたね。この昆虫食カブトムシですね。ただメスって書いてあるんでね、男の子の角をねイメージしてた方ちょっと残念ですけども、これはねメスですからね、角はございません。ただ 4g ですな、メス1匹 4g、 相当水分抜かれたんでしょう。エネルギーは 26kcal と1匹あたりですね。まあかなり抑えてますね。はい、まあなかなかいいと思いますね。これメスだよな、メス。はい、最後ですね、あのコオロギとかも売り切れちゃっててですね、まあとりあえずいいかこれでと思って、チョコレートスーパーワームですね、まあ、ワームね。まあチョコレートフードなんで、これもちょっとねチョコレートで味付けしてあるんで、まあ軽くスナックがてらね行ってみたいと思います。まあこれ高価格的やっぱりなかったんで大丈夫でしたね。ご心配おかけしました皆さんね。見てる方大丈夫なと思った方いると思いますけど、大丈夫です。はい、昆虫食、チョコレートスーパーワーム、スーパーワームが原材料ですね。そこにまあ砂糖とかね、まあコカパウダーとか入っちゃったんでね、ちょっとねその味は楽しめませんけどもね、まあいいでしょう。 10g あたりエネルギーね 59.7kcal、 今は 60kcal 近いんですな。タンパク質 0.8g、 脂質 4.2g、ね、炭水化物うぬとつながる、また続けていくわけですけども、まあこんなとこですね。未来を救うネクストフード3種類通過でした。追加とかじゃ追加でしたね。はい、まあそんなとこでですね、じゃあオケラちゃんまず行きましょうか。結構分厚いんですよこれ、これ結構入ってんじゃねえかなと思うんですけど、行きましょうかね。よし行きましょう。ブルヤ、あ今回柔らかい、あ失敗、こっちから行きましょうか。ブルヤデンデデンデデン、オケラだって、あれですよ、イモムシと同じじゃないですか。素で入ってますよ、見えますか、ほらこれこれ見えますかね。じゃあ行きますよ、しょうがない、見えないでしょなかなか。行きますよ、出しますよ。わあ出た出た、この保存量はどうでもいいやね。うわやばいやばい、残っちゃって、いっぱい残っちゃいましたよ。うわオケラがいっぱい、オケラがいっぱい、わわわわわ、うわわわ、もういいや、行きますよ、もうね派手に行きますよ、でー全部行きました。オケラです。オケラ。わあ、一歩落ちてか。うわあ、落ちちゃいましたけども。まあ、ここは形がしっかりしててね、かわいいオケラちゃんがいますよ。見てください。ほら。オケラですよ。見えますか？ボケちゃったかな？ちょっと。もうちょっとあれかな。こっち側でやってみるか。オケラちゃん。よっ。これなんかね、どうですかね。ほら、見えませんか？オケラ。ね、これすんごい量ですよね。ほらほらほら。やばいでしょ、このオケラ。すごいですよ、これ。オケラこの量、いやーすごい感動、かわいいですね。オケラかわいいんですよ、生きたの俺見たことあるんですけど何度も。いやーこれねかわいいですね。見ますかオケラ、ほらオケラ、じゃーん、モグラみたいですよね。なんかねこう砂をかくね爪みたいのもあってね、どうですか、ほらオケラ、よし。じゃあこのオケラね、見てても食べられませんか、食べます、あうまっうまっうまっ、うん、やっぱうまいっすね、オケラうまいっすよ、うん、オケラうまい。あこの形すごいしっかりしてるオケラですよ、わかります、この形しっかりしてますな、ほらほらしっかりしてますよ、これいいですね、ほ
こんなにまだいっぱいありますからね。ちょっと食べづらいから一回閉まっちゃおうかな。じゃこれ一回食べてから閉まりますわ。うん。ちょっと綺麗なのだけちょっとあれだな。残すために一個だけちょっと、あれするか。うわ、やばいやばい。うわ、うわ、すごい。うわちゃんとあれですね。器は用意した方がいいですね。器はね。ちょっとね。これはちょっとあまりね、ドバドバテーブルに落ちるのも良くないですからね。お皿にちゃんと持ってね、まあちゃんと持って消化してみたいと思いますよ。はい。まあそのところですね。まあ2匹ちゃんと形してる。かわいい。モグラみたいですよ、ほら。かわいいモグラみたい。モグラじゃないよ、僕オケラだよ。かわいいですね、ほら。うわ、かわいいな。どんな気持ちでこんなになっちゃったんだろうな。いやー、かわいいですね。ほら。これ、オケラ。ね？かわいいでしょ。食べますか？どうぞ。で、1匹あげますよ。どうぞ。ほら、食べてください。どうぞ。あんしてください。はーい、あん、どうぞ。どうですか？美味しいですか？まあ、美味しいでしょ。絶対美味しいに決まってますよ。これみんな食べてますからね。みんな食べてますからね。俺もほんと置いてきざりされちゃってんね。置いてきざりにね。はい。じゃあこんなとこで食べちゃいますね。どれどれ。うん。半分になっちゃいましたね。食べたらなくなっちゃうんですよ。よっ。うわ、うん、なくなっちゃいました。あ、ジュースにちょっとじゃあ一匹ちょっと分解していきましょうか。足とかね。足。腰。うん。こっちの足もね。足。だから羽広げられるのかな。うわ、あ、でももう厳しいですね。あ、取れちゃいますね、羽もね。うん、食べよう。うん、うわ、あと頭だけになっちゃいました。ほら、食べますね、これ。まあ、僕ちょっと食べます。うん、うん、いやー、なかなか美味しいです。オケラも貝子もね、なかなか美味しかったですけどね。うん、なかなかオケラもいけますよ。いや、あいつらはね、また食べますからね。どうしてましょう。いっぺんに食べたらね、胃がもたれちゃいますから。あー、でもすごく良かったですよ、オケラ。はい。よしよし。まあ、こんだけ楽しみがいっぱいね、ありますからね。いいと思います。さあ、まあ、こんな形でですね、まあ、人類ね、この地球に存在する人類にですね、まあ、これから訪れる、ね、食料危機、ね、そのためにもですね、まあ、この昆虫食ね、私また進めていきたいと思いますし、うん、気になる方は食べてみていただいてもね、まあ、いいと思いますよ。うん、まあそんなところでですね、この動画もね、また終わりたいと思います。まあ、チャンネル登録ね、もしよろしかったらしてください。昆虫採集とかもね、そっちの方私本当はメインでやりたいんですけども、なかなかね、まだね、時期的に難しいですし、まあ、やる時間もちょっと少ないんでね、そういったところでもやっていきたいと思いますので、チャンネル登録はどうぞよろしくお願いします。はい、それではみんな、バイバーイ。